2022年1月11日、山形市蔵王上野にグランドオープンしたヒートスビレッジさんに行ってきました。山形市内に4店舗の焼肉店を構える柿グループさんがプロデュースするドライブインです。1階はドライブイン、2階はプライベートルーム、男性脱毛サロン、釣り具屋さんとなっており、築40年の建物をスタッフさんが DIY したこだわりのお店に仕上がっています。この動画では、ヒートスビレッジさんについて、基本情報や知っておくと便利な情報を紹介します。ぜひ、参考にしてください。お店の外観です。赤い大鳥居が目印です。店内の様子がこちら。入り口向かって左側が飲食スペースです。座り心地が良さそうなソファーにテントもあり、大人も子供もワクワクできちゃいます。テントの奥がカウンター席とテーブル席となっていました。カウンター席にはコンセントも。カウンターとテーブル席のあるスペースから向かって右側は落ち着いた雰囲気の畳部屋となっています。先ほどとは雰囲気がガラリと変わりますね。入り口向かって右側が物販コーナーです。キッチン用品、キャンプ用品、アパレル商品などが並んでいました。入り口、目の前に券売機があります。今回は人気メニューの柿監修山形牛ハンバーグをいただきました。お味噌汁のカップが赤い大鳥居なのが素敵ですね。食欲をそそる焼き色のハンバーグに乗った今にもとろりと流れ出そうな目玉焼きもたまりません。ハンバーグソースが2種類あるのも嬉しいポイントです。それぞれ交互につけながら味変を楽しみました。一口食べると広がる肉の旨み、焼肉屋さんが作るハンバーグ、見た目と期待以上の美味しさでした。そしてご覧いただきたいのがこちら、食事をしながら眺める窓の景色が最高なんです。大満足のランチタイムを過ごすことができました。セルフサービスコーナーには子供用椅子やスプーン、フォークがあります。ヒートスビレッジさんに来たら1階のドライブインだけではなく2階も覗いてみてください。2階奥にあるのはこちらのプライベートルーム。広々とした空間で家族や友人と楽しい時間を過ごすことができます。ゆったりとできるソファーやキッチンもあります。バスルームの奥にはサウナがあるんです。とても充実した時間が過ごせそうですね。プライベートルームの料金はこちらです。続いてはメンズ脱毛専門店バロさん。高額なイメージのメンズ脱毛が通いやすい料金設定になっています。施術室の様子がこちら。バロさんの営業時間は
10時30分から20時までですが、20時以降も相談に乗ってくれるそうです。定休日は毎週木曜日と日曜日、第1、第3水曜日です。公式インスタグラムがありますので、そちらもチェックしてみてください。2階に上がってすぐのスペースにある釣り具屋さんです。キャスティさんも公式インスタグラムがあります。駐車場は敷地内にあります。住所はこちらです。郵便番号 990-2303、 山形県山形市蔵王上野 1046-1。 営業時間はランチタイムは11時から14時、ラストオーダーは13時30分までです。定休日は第1、第3水曜日と毎週木曜日です。公式インスタグラムとフェイスブックがあります。